まだ撮るの？うん、もうちょっと、もうちょっと。もう十分でしょ、ほとんど一緒じゃない。全然違うじゃん。あのさ、今日何食べたい？焼肉、最近あまり食べてないし。あー、焼肉か、なんかさ、匂いついちゃうんだよね。そっか、じゃあ、あの有名なチキンカツ。チキンカツ、油っぽくてさ、なんかニキビ出ちゃうよ。じゃあいいよ、自分で考えて。わかんないからさ、なんか考えてよ。そんなに好きなら、連れてあげるよ。早く早く。ここ。そう、ここここ。ここどこ？来たらわかるって。うん。早く見て。わあ。何これ超可愛い。乙女チックでしょ？そうね。さっき言ったこれのイメージと全然違う。全然違う。うん。あ、なんかさ、あ、写真撮るところあるみたいですよ。そう、うん、じゃあ早く撮ろう。はい。洗ってあげる。ありがとう。ゴシ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 、気持ちいい。あ、やっと家に着いた。あ、仕事疲れたよな。え、見て、水道もある。そうね、本当にうちの洗面所みたいですよね。うん、かわいい。トイレットペーパーも。これもあって。使う。これじゃあね、バスタブもあるよ。え？ちゃ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 。うちのバスタブよりずっと大きいよね。ね。先ほど、撮影をしてきたんですけども、本当にね、プールがあったり、バスタブがあったり、もう本当にいくつ？まあ5、6個。そうね、そう、5つか6個ぐらいの、まあ、撮影スポットがあったんで、もうそれをね、すぐにあの SNS にアップできたりして、結構それもね、楽しかったりするんですけど、その他に、まあ、このインテリアが、まあ、床もなんかトイレっぽかったり、壁もタイルの、まあ、模様で、本当にあのトイレ、バスルームと同じような作りになってるんですけども、それだけじゃなく、まあ、先ほどのね、あの蛇口だったりとか、うん、それだけじゃなく、あの見てください、これ椅子なんですけども、椅子も本当にトイレ、なんか本当にこれって本当にね、本当に間違って用を足しちゃうかもしれないかなと思ったりもしちゃったりして、ただあの本当にね、これ台湾式、まあ、日本もこういう昔はねトイレだったんですけど、もし今日本でオープンするとしたら、これ全部あのシャワートイレにしないと日本では流行らないかもしれない。そうね、うん、でももし水がプッ出たらまたそれもちょっとびっくりしちゃうけどそれと、はい、こちらの、まあ、メニュー内容は本当に鍋があったりとか、まあ、これは、チャーハンとか、あとはもうセット料理だとかドリアとかがあったりするんだけども、なんか名前がちょっと怪しい。なんかもう本当に口に出して言えないような。そう、もう本当にあの何、食べ物だけじゃなく、あのデザートの方も、しかもドリンクまでなんかもう怪しい名前がついていて、本当にこれってどんな料理が来るのか全然全く
想像できない、ね、写真はついてるけども、はい、本当にえこんな来たのが食べられるものかどうか、そう美味しいかな、ね、それもちょっと心配です。じゃあどれがいいですか、どれにしようかな、私鍋かな、あ 鍋、まあね、あのここ見てもらうと分かるんですけども、このうんちのマークがあのおすすめ、はい、あの何を食べていいか分からない時には、まあ、このおすすめから選んでもらうと一番いいかもしれない。そうね、はい、今日はあの結構お客さんが来ているので、ちょっとお客さんにも話を聞いてみたいと思います。じゃあこっちで、今日こちらは初めてですか？いえ、前の店に行ったことがあります。今度インテリアを一新した新店舗をオープンしたと聞いてまた来たんです。じゃあここでのなんかおすすめの料理はありますか？おすすめはこの鍋です。鍋の形が独特で一般の鍋料理とは違います。冬にぴったりです。とここ今見たらすごいあの撮影スポットがいっぱいあったんですけども、もう撮影はされましたか？はい、撮りました。はい、ありがとうございます。じゃあもう一組のお客様にも聞いてみたいと思います。とここは初めてですか？10年前にガールフレンドと来ました。前来た時と中の様子は変わりましたか？ここのユニークさが好きです。ここは本当にユニークで、こんな手間でしたらめったにないよ。ほらこれね。はい、ありがとうございました。はい、料理が来ました、見てください。私の北海道ミルク鍋、まあ、トイレの中に入れてたんですけどなんか美味しそうな感じですね。うん、ね、なんか匂いもすごいいいし、そうですね。でもなんかちょっと今になって後悔してるんですけどなんかね、やっぱりトイレの入れ物にカレーはちょっとねやばいかなと思って、ね、しかもこのご飯の形もちょうどうんの形なんで、その上にカレーをかけちゃったら余計にねちょっとこれ食欲が進むかどうかわかんないんですけど、まあ、あとはこの中にもサラダが入ってたりとか、まあね、いろんな工夫がしてあるんですけども、早速食べてみたいと思います。はい、はい、いただきます。いただきます。うん、どう味？なんかね、すごいあの日本のカレーライスに似てる、ちょっとだけねあの辛口の、まあ、日本式のカレーっていうことで、ね、あのこんなに大きい鶏肉が入ってます。うん、うん、すごい柔らかい、うん、そうか、それはよかったね、うん、じゃあ私のあこのミルク鍋もミルクの味でたっぷりね、さっきからすごい、うん、なんかいい匂いがしてるんだけど、そうですね、中にも、これもね、もう野菜が入ったり、野菜はたっぷりで、うん、これはなんかエビ団子かな、うんうん、うん、まあいろんなあの台湾ならではの、うん、あの鍋の材料がいろいろ入って、練り物とかも入ったりとか、野菜も結構入ってるし、はい、あ中に汁もありますよ。うん、なんかね、本当にミルク濃厚な味だから、本当にこの冬いい、なんかすごいいい感じがしますね。はい、そうですね、僕も一口スープをいただいて、はい、女性にも肌にもいいかな。うんうんうん、なんか本当にミルクの甘みとあと野菜の甘みとかも出ていて、すごい飲みやすい、甘くて美味しいですよね。そうね、うん、あそう、あ私のアイスできました、はい、わこれ、あこれは男性用のトイレその中にまあちょっとなんかアイスクリームがうんうんの形で、うん、入れてあるんですね。どんな味かな私飲んでみるわ、はい、紅茶、あ紅茶の上にそのアイスが乗って、うん、そうね、はい、じゃあ僕はわこれなんかね、これあのお持ち帰り用の容器はこの容器になってるみたいで、うん、そうでもなんかちょっと頼んだのがこれちょっとこの色とこのシビン
ちょっとこれはねやばいかなと思って、なんか中の泡の感じもちょうどもう本当にねえ、ちょっと一口。あれはどうかな。ああ、台湾ビール。台湾ビールか、うん、でもやっぱビールはね、やっぱ普通の飲んだ方がいいかな。ちょっとこれはイメージが強すぎるかもしれない。そうね。知ってた？何？ここはあのアメリカの CNN で、あの世界の9大おかしなレストランの一つに選ばれたっていうのを。そうですか。うん、で、ここの、ま、インテリアのテーマは、うん、あのトイレを主題に作ってあるんだけど、はい、あの日本の漫画、はい、ドクタースランプあられちゃん、あ、はい、そう、それも、まあ、あの漫画の中にも結構ねこういう、そうね、出てきて、なんか、ね、もういつもツン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 とか言って遊んでて、まあ、そういう感じで遊びに来られるって、うん、でもやっぱりなんか初めはちょっとね、あの僕もカレーとか頼んでちょっと後悔したかなとかって思ったんだけど、結構ね食べてみると、あのちょっとピリ辛なカレーで、はい、結構ねもう本当に食が進む、はい、うん、どう、美味しいですか？はい、美味しい。まあデートスポットとしてもいいね、うん、じゃあちょっと僕トイレに行ってきます。はい、はい、ではこれからいつもあの通訳でお世話になっている、シルビアのために、まあね、ちょっとしたプレゼント、あのサプライズプレゼントをしたいと思いますので、あのこれからワッフルの作り方を教えてもらいます。よろしくお願いします。これが油です。先にタイマーの4分を押します。ああ、はい、それから油を吹きつけ、それから生地の素を加えます。あ、これは本当に、色がついてないものですね。はい、では2つ作ってみてください。もう少し多く、多すぎないように。これね、あの膨れるんで、まああのそんなに満々に入れなくてもいいんですけども、まあ、本当にこれも特注の、も形で、あの地の形になってます。それを中に入れて4分焼きます、はい、4分間です。4分間、あの焼き上がるのに4分間かかるそうです。その盛り付けのお皿はどういうものを使うんですか？これです。この大きな便器です。あ、盛り付けはこのトイレのお皿を使うそうなんですけども、これはい、時間が来たのでひっくり返します。あ、時間が1分経ったところで蓋をして、あの裏返すそうです。これって本当に、まあ、日本人の僕にも懐かしいトイレの形なんですけども、まあ、台湾でも、うん、日本でもまあ割と古いところの公衆トイレにあるような、まあ、あの座り式のトイレなんですけども、まあ、外国人の方に、ね、僕昔聞いたことがあるんですけど、外国にはこういうスタイルのトイレはないそうなので、まあね、本当に僕の外国人の友達とかってこういう座り方、踏ん張り方ができないんですよね。それはなんかすごい、あ、文化の違いがこういうところで出るんだなと思いましたけども、まあ、これね本当にあの懐かしい踏ん張り型の便器です。あと2分なんですけども、結構もういい匂いが上がってきてますね。あ、これで少しずつ確認しながら焼き加減を見て、まあ、完成するまでちょっと焼き続けるそうなんですけども、本当にもう、うん、いい匂いがします。すごい期待できそうです。はい、お待たせ。これはね、ここのデザートで、あ、そうなの、うん、今日はね特別にちょっと僕にも作らせてもらって、作ってきました。もう直接こうやって食べてもらっても大丈夫ですね。そう、直接手で。あ、ワッフルも見て、この今形、ね、この形。うん、どう、美味しい美味しい、うん、何や、本当。あ、アイスも、そう、アイスもあるんで、うん、うん、
本当に何ワッフルもサクサクしてて軽い感じね。そうね、うん、それに甘くもないしね、うん、そうちょうどこの生クリームとか、うん、そう全体的にねそんなに甘くないんで、まあ2人で1つだったら簡単にね食べれると思う。今日のうんうんメニューはどうでしたか？美味しかった。ね、具体的に。うん。なんか初めはトイレがテーマとかって聞いたから、本当にどんな、いや本当に来たくないなとかって思ったんですけど、結構来てみたら、まあ本当に中も明るくって、結構本当に乙女チックな、まあピンクがメインだったり、その可愛いあのバスルーム、可愛いトイレを作り上げてあって、本当になんかね。一つ一つの、まあ、椅子にしてもあの壁についてる小道具にしても本当に手が込んであって、もう結構楽しく食事が進めました。でね、まあ、本当に、食事を待ってる間にもその撮影スポットで撮影ができたりとか、本当に飽きのない時間を本当に初めから最後まで過ごしたので、本当に、まあ、彼女と来て可愛い写真を撮ってもいいし、まあ、友達と来てワイ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 楽しい写真を撮ってもいいと思うので、ぜひ皆さん本当に興味があったら このトイレを、テーマにしたレストランぜひ来てください。